はいどうも、カッパ知恵袋のカッパ園長です。今度はね、歴史上の人物シリーズかな。まず最初がね、海外の人がね、400年以上も前に黒人の侍がいたんだぜって言ってるんですね。もうこれ誰のことか分かりますよね。信長さんのところで、いたあの弥助さんですよね。もともとはモザンビーク、アフリカ出身のね、奴隷だったんですが、1581年侍になったっていうことなんですけど、まあ海外の方々が言ってる話なんで、まあ書いてあるまんま読み進めていきますんでね、ちょいちょい違うところとかね、んそうだったっけっていうところが出てくるのはまあご愛嬌ってことで、最初の人がね、弥助、もともとはモザンビーク出身の奴隷だったんだけど1581年に侍になったんだぜと、うん。でそれに対してね、じゃあまず最初の人が、日本人以外で初めて侍になった人物でもあったんだっけ。で、次の人が、これが実際の本人なのかどうか分かるまで時間がかかった、まあ、かっこ保存状態のいいミイラに見えた、そしてアート作品であることに気づいたよと。これ画像のこと言ってるんですね。で次の人が、仁王というゲームではボスだったな、登場してたんですね。へえ。で、弥助の物語は全体的に素晴らしいし、映画が名作であることを願う。なんかハリウッド映画化されるんでしたっけ、これ。で、それに対して、映画って何？で、さらに続けて、弥助、アルファベットで YASUKE っていう名前のタイトルで、ハリウッドで映画制作中なんですよね、これね。うん、あれ？もうできたんだっけ？まだこれからつくんでしたっけ？で、それに対して、日本はリアルな日本の歴史要素に焦点を当てているのがすごく良かった。そういう作品なんですか？ちょっと僕知らないんで分かんないですけど、特にあまり知られていないアフリカ人やアイルランド人の侍ウィリアム・アダムスで、この人物の映画やドキュメンタリーはぜひ見たいなとか、まあ注目されてるんですかね、世の中的にもね。でそれに対して、チャドウィック・ボーズマン主演で弥助の映画できるらしいよと。で、次の人、タランティーノが映画化するのにぴったりなストーリーだなとか、むしろまだ映画化されてないのかよと。で、確かに今こそドキュメンタリーが必要だ。よそ者が侍の地位を得るということは、つまり地元民から大きな敬意があり、領主から昇進させてもらったということだ。まあ確かにね。で次の人、彼の生きてる時代を考えたら恵まれてるなとか、本物のアフロ侍だね。あ、俺アフロ侍見たことある。これ結構面白かったですよね。まあ興味ある人はちょっとググってみてください。で、次が、もしトム・クルーズが黒人だったら、彼が弥助として主演する映画がもう作られていたはずだ。まあ言いたいことはわからんではないですけどね。次の人、モザンビークヒアって書いてある。で、日本かぶれの元祖みたいなものかとか、どうしてこれがアニメ化されてないんだろうとか、間違ってれば訂正してほしいが、侍であるということはエリート階級の特権だったんだよなとか、彼が侍かどうかは議論の余地がある。記録では刀と鞘が与えられたが、それで侍となるわけではない。とはいえ魅力的なストーリーだねとか、主役の映画化、ゲームは作るべき、すごく良さそうなストーリーになりそう、これは素晴らしい映画になりそうだねってことなんですけどもね、うん、まあ今の世の中のね、ほらね、人種差別云々っていうのね、あるじゃないですか。まあやっぱ注目されたんでしょうね、確か僕もそこまでね言うほど詳しくはないんであれなんですけど、出会ってそのね、取り立てられるわけですよね。で実際にこう信長が亡くなるまですごいごくごく短い期間でしたっけ、1年あるかないかぐらいでしたっけね、確かね、でまあ確かに信長に随分気に入られてたみたいなんですけどね、でまあさっきも出てましたけど、そのゲーム2王にボスキャラとして現れたのが結構なんか評判良かったらしいですよね、僕やってないんでよくわかんないですけど、ただねこの映画化別に反対はしないですよね、なんとなくあんまりね、なんとなくこう作品が出来上がってきて、おそらく日本国国民は見て、って首かしげる内容になるような気がするんですけどね。なんせ今のほら、ハリウッドっつったらね、ポリコレ&シナマネ、チャイナマネーでしょ？どっぷりじゃないですか。まあ、しょうがないって言えばしょうがないんですけどもね。まあ、日本かぶれの元祖みたいなもんかっていうね、そういう意見がありましたけど、これがなんかちょっと言ってる意味がよくわかんないですね。
まあ何のしがらみもないね、他のね武将たちと比べたら何のしがらみもない、ね、クリーンな状態で来たわけですよね、弥助は、うん、よその国からね。だからまあ信長にとってもそばに置いといても安心できる存在だったんじゃないですかね。うん、まあこのね、時代、てかまあ今の世の中ですよね、うん、今の世の中的にはこのご時世だとね、うん、まあ、最後のこう光秀のセリフなんかそのままやっちゃったらね、もう大炎上しそうな予感はしますけどね。うん、まあでもどうなんだろう、向こうアメリカの人とかにも分かるようにこう伝えるとすると、まあ、ポジション的にはこれ内容的にはボディーガードだったんでしたっけ、確か待遇は良かったんですよね、確かにね。うん、まあとりあえずね、日本人の俳優をちゃんと使ってキャスティングしてくれればね、いいと思うんですけど、あとこうなんちゃって日本はやめてほしいですよね、とりあえずこんなもんかなみたいな、うん、ちゃんと日本でリサーチかけてほしいですよね。うん、まあ安家確か日本語結構堪能だったような、あそういう話ですよね。だからその実際にね、俳優さんがね、ハリウッド俳優さんがやるんでしょうけれども、なかなかハードルは高くなるんじゃないですかね。うん、誰にどうやって演じてもらうのか知りませんけども、なんか歪んだポリコレ映画とかならなきゃいいんだけどな、どうなのかな。うん、だって当時からしたらね、欧米人の人たちは黒人に対してどういうスタンスでしたっけ、奴隷としてしか見てなかったわけですよね。でそんな黒人をね、側近にしたわけですからね、どういう描写表現になるのかね。うん、まあなんだろうな、なんか大陸系頼むから、あっち系でこうね、キャストを埋めるのはやめた方がいいと思いますけどね。うん、撮影するならできれば日本で撮影した方がいいと思いますけど、日本人の俳優を使ってね、うん、なんかこう、おかしな、日本人が日本国民が見ても何それみたいなクオリティで切り上げちゃうぐらいだったらやんない方がいいと思いますよ、最初からっていうのを分かっててね、やる人たちがほらいるじゃないですか、あの国とかね。うん、ちょっとね心配は心配ですけどもね。うん、まあ日本は何百年も前から黒人差別はしてなかったんだとかね、一部界隈の人たちが騒ぎそうな感じがしますけども、うん、さてさて、じゃあ次ね、今度また別な話ですから、今度ね歴史上の人物、福沢諭吉先生ですかね。まあ海外でこの人は最高だでなんか称賛の嵐が吹き荒れてるらしいですよ、改めて。まあ、要は彼が語る西洋社会当時にね、まあ、それになんか感動してるんだって。うん、福沢諭吉先生が見たヨーロッパの姿というのが話題になっていると。アメリカを訪問した後でヨーロッパにも施設として訪れた福沢諭吉の手記を紹介したもので、福沢の人柄や当時の西洋人がよくわかる内容になっていると。そんな日本の偉人の体験記に海外からは絶賛の声が寄せられていたっていう、その手記の内容かな。アメリカから戻ってすぐ日本初の英和辞書を作る。英語の学習に苦労してるとヨーロッパへの施設に加わる機会を得た。で400両もらったけど旅費は幕府持ちだから100両は、お母さんに送った。そうなんだ。で、僕が外国で死んだという噂が流れたり、外国嫌いの風潮が激しかったからお母さんが気の毒で。なるほどね、母親思いっていう、こういうなんか小話がね、海外で受けたっていう、そういうことなのかな。で、文久元年、英国、イギリスの軍艦オーディンが40名の使節団を迎えに来たと。でパリで出迎えてくれたフランス政府に対し、40名を近くで宿泊させたいと要求すると、たった40名、ホテル1つで20倍収容できるな、できるけどとか言われた。マジで600部屋の巨大ホテルだった。離れて宿泊することよりホテル内で迷子になる方が心配になったっていうことが手記に書かれてたんだね。へえ。廊下にも照明があって外が暗くなってるのに気づかなかった、ダイニングルームは豪華料理が山積みになってた、持ってきたお米やランプ用の油が意味ねえなとか、ジョークになったから無料で、歓迎委員の人たちにあげた。なるほどね。お土産に変わっちゃったんだ。
で、日本では提灯持った家臣がトイレに連れて行ってドアを開けたまま主人の刀持って待ってるんだが、これをホテルでやっちゃったわけ。気づいてドア閉めて小声で説明したけどドキドキもんだったわ。なるほどね、面白いですね。ヨーロッパの政治はピンとこないけど、ナポレオン3世が強大な権力を持ってるらしい。プルシア？プルシア？あー、プルシア？プルシアだっけ？プルシアが影響力を増していて、オーストリアとの戦争がよく話題になっていると。で、英国議会のメンバーが法案のコピーを見せてくれた。日本を占領地のように扱った英国の大臣オールコックを非難するもので、神社に馬に乗って入ったエピソードなどが記載されていた。日本に対して無知だった大臣の母国に来てみて、公平で心の温かい人たちなんだと思ったね。へえ。おかげで外国との自由なコミュニケーションという考えが余計に強まった。なるほど。議会はリベラルと保守が仲良く争う場所なんだそう、場所なのだそうだけど、これを理解するのに10日くらいかかった。今の日本の議会の様子見たら福沢先生はなんておっしゃいますかね。で、ヨーロッパで一番歓迎してくれた国がオランダだった。へえ、オランダね。変われば変わるもんですね。昔と違って今はね。で、オランダとは300年以上の交友があるし、まあそらそうか。他の、施設員が知ってる言語もオランダ語だったから第二の故郷みたいだった。で、アムステルダムの商人が、誰にでも土地を売ると言うから外国人が土地買って城を築いても売るのかと聞くと、ヨーロッパでは過去にそういう出来事は起こっていないから考えたことがないと言われた。で、日本では外国の影響を入れないように、入れないように必死になってるのに、施設はこれ以上西洋を見るべきじゃないと言い出す者までいた。ああ、なるほど。僕は血を見るのが嫌い、怖い人だから、ロシアで手術を見た時と来たら、友人が医者だから連れて行かれた。気絶しそうになったから外に出て水をもらった。なるほど。日本では外国嫌いの風潮が増しているが、ロシアでは領土紛争の議論をした。日本人が領土を色分けした地図を提示すると、ロシア人は全てロシアだと塗りつぶした世界地図を出してきた。諦めるしかない。これ、現在もなんかそういう、こう感覚っていうんですかね、ロシアの人たちの。あんま変わんないらしいっすよ。ここもロシアだ。いや、ここもロシアだ。ね。一般のロシアの人たちもそういう感覚らしいです。まあ国民性なんでしょうね。で、一体日本はどうなってしまうのか。外国が入るほど国力を失って発言力がなくなる。プライベートで、ロシアに留まってはどうかと言われた。日本から保護してやるし、ロシアなら金持ちにもなれると、本気で言っていた。ロシアはヨーロッパとは違うと聞いていたけど、なるほどね。アメリカ人、イギリス人、フランス人はみんな日本に来たがっていたのに、日本に行ってみたいというロシア人は一人もいなかった。へえ、まあ、日本もロシアだって言ったんでしょうね。で、フランスに戻ると生麦事件のことも耳にした。おお、船に乗るとき長い軍隊の列が見送りをしてたけど、軍事力を見せつけるように感じた。見せつけてるように感じた。悪意に圧倒された。で、リスボンとポルトガルへの訪問が終わると日本へ戻った。日本は外国嫌い一色に染まっている。今では外国と貿易をしていた商人まで浪人の襲撃を恐れ閉店している。浪人が政治的な悪党みたいになってて、何をしでかすかわからない。まあその手記っていうのがこういった内容だったんですよね。なかなか興味深い内容いっぱいありましたね。さあ、じゃあこれを見た、知った海外の人たちは、まあ、こんな風に受け取ってたんですね。本当にオープンな心の持ち主だ。当時としては先進的だ。確かに。この人の生涯の話は本当に素晴らしいね。とか、この人は政治を本当によく見ているよ。とか、これ本当に面白い。聞くのやめられなかった。福沢諭吉のコンテンツがもっと作られたらいいな。これ動画もあるんですよね。で、この面白い人のビデオをもっと見られないのかなとか、今では福沢諭吉は紙幣として世界中を旅行しているね。なるほど。で、それに対して、それは本当にクールなものの見方だ。きっと彼は自分が助力した今の日本を誇りに思ってるだろう。だといいんですけどね。
で、こういう知的で優しい人がどう西洋を見たのかを知るのは本当に面白いとか、なんて知的でオープンで優しい人なんだろう、本当に素晴らしい人だねとか、この人超かっこいいじゃん、今まで聞いたことがなかったことにびっくりだよとかね、誰かマジでこの人の生涯映画にしてほしいわ。で、それに対してネットフリックスシリーズの方がいいよシーズン1がアメリカが舞台で、シーズン2がヨーロッパが舞台、シーズン3は日本がいいんじゃないですか で、それに対して、同じこと言いましたね。シーズン3は幕府倒して開国する内戦だね。本当にあったことだよと。そういう理解なんですね、やっぱりね。で、この人の映画を見てみたいとか、刀持ってるくせに血や傷口が怖いのか。で、それに対して当時の刀はステータスシンボルでしかなかったんでしょう。この時代の侍は全く実践の修行はしてなかったと思うとか。現在のヨーロッパ、イギリス、アメリカを見たらどう思うのか考えると怖い。それはまあ日本も含めてですかね。護衛が見張ってるところでドア開けたまま用を足してたのかよ。笑とかね。この人大好きだよ。なんでみんな仲良くできないの的な人だし。マジで彼の伝記は読まなくてはとか。量は 15g の金と同じ価値だったから 400×15×600 で、つまり 6kg の金をもらったようなもんだよ。に対して福沢マンはお喜びでしょう、続けて現在の価格だと33万ドルぐらいだね。33万ドルだといくらになるの。3300万ぐらい。親孝行ですねで、次はマップ赤く塗って、この人たちは意図せず、ソ連を予期してたんだねイタリアにも行ってほしかった。に対して、1615年に、なんだこれ、シクラさんが行ってるよって書いてあるな。で、スペインには侍の子孫が住んでる村があるよとか、俺たちは未だに政治家が何のため争ってるのか分かんないけどなとか、この人のリアクション見るために、現代に連れて行きたいよとか、この人と会話できたらいいのに楽しそうとか、あと、この40年後には日本の艦隊が対馬でロシアを倒すと思うとはすごいな、すごい躍進だよと、まあこんな感じなんですよね。確か血を見るのは苦手でも剣の腕はそれなりだったんじゃないですか。居合の達人とかじゃなかったでしたっけ。あとなかなか、なんていうのかな、女性大好きな感じだったんですよね確かですよ。まああんま詳しいことは言いませんけど、ここではね。どうだろう、なんか微妙に福沢諭吉先生、まあしょうがないですね、勘違いしているような気がしなくもないんですけど、まあ欧米の人たちから見たら、ね、素朴ななんか侍が本当一人やってきたみたいな、そんな認識なのかな。まあただしね、脱アロンは間違いなく確実に大正解ですよね。あと福沢諭吉先生は関西の人、大阪の人でしたっけ。まあそうね、だからそういうのもあるのかな。まあこの頃からなんかロシアはねちょっと違ったんですね。まあ欧米の人たちってなかなか分かりやすい人たちだなっていうのがここでもよく分かりますよね。当時の日本人にリスペクトされてるのを喜んでる反面ね、なんとなくこうやっぱり有色人種ってことで暗に見下しているのがなんか透けて見えますよね。それは僕のちょっと見方があれなのかなまあいいんですけど、ということでね、今回は以上になります。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。